今回ですね、深夜のね、はい、学校の階段の数を数えると、はい、昼間よりも1段増えてるって、これ聞いたことあるでしょ。聞いたことあります。一つ多いのに気づいてしまうと、別世界の次元に引き込まれてしまうんだよね。そう、一番有名なのは調べたら、はい、12階段が13階段になってる、はい、こっちが10で、はい、もう怖いっすよ、この暗い感じの。やめてくださいよ。こっちが14階段、ちょっともう一回数えて、そう、ね、昼間測ったら10と14って、ね、多くなってるのか。なんか行きましょう。じゃあ内藤くん登ってください。検証ね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、下りもね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。大丈夫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 。さあ、もうこっちだよね。14、これ15になったらやばい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。ちょっとどこ行くんだよ、おい、そういうシュールなボケいらないから。ドゥン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 。いいんだよ、そういうこと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。大丈夫っすね。大丈夫。向こう側もやります？もう一個あるんで。じゃあこっちから降りていきましょうか。無理。無理。無理ってなんだよ。鏡をチェックしてみます。やばいってそれの。脅かすのなしにしようぜ。脅かす。お互いやめようぜ。怖いよこれ。はい、じゃあこっち。1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、12、13、14。大丈夫っすね。じゃあ続いてこっち。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ということで、今回はこちらの小学校廃校でしたが、この都市伝説恐怖の七不思議、これはね、当てはまりませんでした。大丈夫でしたね。ナイスセーフでした。12階段の時に、あ、そうだね、13階段になってるってのはありそうだね。13、この後ろの鏡怖いな、なんか出てきそう、なんか映ってそう。ぜひ皆さんもね、はい、そこの、ね、13階段とね、そうだね、機会があったらちょっと試してみてください。それではまたね、バイバイ。逆サイドにももう一個あるんですよね。電気つけてこう、電気つけてこう。ダメだな。